はい、どうも、ひやりです。どうも、かいのりつです。今日なんですけども、久々に開封の儀と、はい、そうなんですよ、ね。言いますか、2足ほどね、針が届いておりまして、はい。はい、ナイキスピーダンクハイのニューヨークメッツと、うん、この下の方がですね、エアジョーダン4のインフラレッドになるんですけど、うん、はい。はい、こちらが届いているんで、はい、まぁ、ちょっと開封の儀のしたいなと。はい、はい。このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の様子見てない方は、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方やっていますので、概要欄の方にリンクのがありますので、気になった方フォローの方よろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい。そうですね。じゃあ、そしたら、今日ね、届きたてなんですけど。あ、そうなんですね。はい。ナイキスリーダンクハイの、ニューヨークネッツからちょっと開けたいなと思うんですけど。はい。僕が、アウトソールが気になってるんですよ。ああ、そうですね。はい。まあ、ちょっと開けてみますね。まあ、こんな形で。はい。こんな感じなんですけど。じゃあ、ちょっと出してみますね。はい。はい、開封しました。これなんですけども、はい、はい、ナイキスリーダンクハイの、うん、ニューヨークメッツということで、まあメジャーリーグのね、うん、まあニューヨークメッツの、まあ、カラーを落とし込んでるナイキスリーダンクハイが発売されるということで、まあシリーズでいくつか、フィリーズであったりとか、うん、フィラデルフィアフィリーズのものとかありまして、まあ同じようにしたんですけど買えなかったんですけど、このダンクハイに関しては今回変えて、まあ、今日届き立てなんですけど、はい、じゃあちょっとディテール見ていきましょうか。はい、はい、右足の方から見てもらいたいんですけど、まずこのグレーのカラーなんですけど、アッパーのあたりであったりとか、このかかとの部分であったりとか、このアイレットの部分ですね、ここに関してはスエード素材が使われてるんですよね。はい、はい、でそれ以外の部分で、まあトゥーボックスのあたりであったりとか、サイドパネルの部分っていうのは、これメッシュなんですよね、これ、ね。ああ、そうなんだ。はい。この履き口のあたりもメッシュになってるんですけど、はい。まあ、夏に、まあ、履きやすい一足かなっていうふうに、ちょっと、まあそうですね、はい、思ったりもするんですけど。で、スーシュの部分のこのカラー見てもらいたいんですけど、このカラーっていうのは、ブルーにオレンジのようなカラーで縁取りしているのは、ちょっとここに出ると思うんですけど、まあ、ニューヨークメッツのね、うん、まあ、ユニフォームとか、まあ、メッツって書いてる部分の、縁取りがこれオレンジで中が、ブルーになっているものであったりとか、あるんですけど、まあ、それをそのまま落とし込んでいるようなことになっているんですけど、はい、あ。で、まあ、このシューターの部分の、ナイキ SB って書いてるのも、このブルーに、このオレンジのカラーっていうのは、まあ、ニューヨークメッツのカラーを落とし込んでいるものになるんです、はい。シューレースの方がデフォルトで、このグレーのカラーのものがついてるんですけど、シューレースは付属で別にカラーがありまして、まずこの、オレンジのようなカラーと、はい、あともう一つがこのブルーのカラーでついてるんですけど、ただね、僕ね、このデフォルトでついてるこのグレーのカラーのシューレースのままの方がいいなと思っているんで、そのままでいきたいなと思っているんですけど、はい、はい、でまあね、シューターの裏がちょっと面白いんですけど、その前にちょっとインソールの方、はい、はい、見てもらいたいんですけど、インソールのカラーはブルーで、テキストのこのナイキって書いてるのはオレンジになってるんですけど、はい、はい、じゃあシューター見ていきましょうか。はい、はい、右足の方のシューターの裏ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、これですよね。はい、このアップルのマークなんですけど、はい、このアップルのマークっていうのは以前にもなさせてもらってるんですけど、ニューヨークメッツの本拠地といいますか、うん、ホームのスタジアムの方でホームランを打つと、この、ホームランアップルっていうものが浮き上がってくるらしいんですけど、はいはい、それを落とし込んでるんですよね、うん、はい、まず右足の方がこのホームランアップルの方がシューターの裏に、まあ、入ってるんですけど、で、左足に行く前にまずこの右足のねアウトソール見てもらうんですけど、はい、これですよね。はい、踏んでますね。チューインガムをね、踏んでる。ビッグリーグチューって言われる、まあ、ここに出ると思うんですけど、これ、ピンク色のね、そのチューインガムがあるんですけど、それを噛んで、まあ、吐き捨てたものを踏んだようなデザインになってると言いますか。はい、はい、そうなんですよね。これ気になってたんですよね。はい。じゃあ、左足の方見ていきますね。はい。ここにね、7って書いてるんですけど、うん、はい。この7っていうこの文字なんですけど、これも以前古い動画でお話しさせてもらってるんですけど、ニューヨークメッツのホームスタジアムに向かう最寄りの駅で、メッツウィレッツポイントっていう駅が、地下鉄の駅があるんですけど、その7番線のこの7の文字を落とし込んでるものになってるんですよね。ああ、そうですか。はい。先ほどのホームランアップルであったりとか、このセブンのこの文字っていうのは、まあ一応ニューヨークメッツのね、まあゆかりのあるものが、まあ落とし込まれてるっていうことなんですけど。ちなみに左足のアウトソールについてはもう通常なんですよね。そうなんですよね。ガムは踏んでない。踏んでないんですよね。右足で踏んでるんですよね。はい、っていうデザインなんですけど、カラー的にはニューバランスのグレーと言いますか、まあ合わせやすいんじゃないかなってちょっと思ってるんですけどね。はい、
おそらくなんですけど、このシューターの部分のナイキ SB って書いてるとこっていうのは、パンツの外とかで隠れるかもしれないんですけど、薄いブルーデニムとかも、まあ合うんじゃないかなと思われるような、そうですね、まあカラーですかね。はい。はい、で続いてなんですけど、はい、エアジョーダン4のインフラヘッドなんですけど、うん、はい、まあ、これボックスがね、特別仕様になってるということで、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、はい、まあラメのようなキラキラが入っていると言いますか、はい。フライトって書いていまして、まあ赤色のジャンプマンロゴが入っているんですけど、うん、はい、まあ、サイドに関しても、まあ同じカラーでね、統一されてるっていう感じなんですけど、はい、はい、じゃあちょっと開けてみますね。はい。見ますと、今回のインフラレッドの、うん、まあ、カラーが内側に押し込まれてると言いますか。ああ、そうですね。はい、になってるんですけど、はい。じゃあちょっと早速開けてみますね。はい、開封してみました。はい。エアジョーダン4のインフラレッドなんですけども、うん、はい。まあ、ちょっと正面から見てもらいたいんですけど、ボディの方はヌバックなんですけど、うん、はい。ね、2013年に発売されたエアジョーダン4のグリーングローっていうものがあるんですけど、はい、それがね、このインフラレッドにすごく似てるんですよ。あ、そうなんですね。はい。そのグリーングローのカラーと今回のこのエアジョーダン4のインフラレッドの違いっていうのは、まずこのウィングス&アイレッドのここの、レッドのカラーありますよね、うん。ここが黄緑色になってるんですよ。はい。例えば、あとそれ以外に、まあ、シューターの部分のこの、ブラックにジャンプマンローが入ってるのも、まあ、グリーングローはちょっとだけカラー違うんですよね。はい。は、今回のインフラレッドっていうのは、まあ、名前の通りじゃないですけど、まあ、ところどころね、アクセントでこういった、レッドのカラーが使われてるんですけど。インソール見てもらいたいんですけど、インソールもレッドで、ブラックのジャンプマンローなんですよね。うん、はい。で、シューターの部分が先ほどのボックスの内側じゃないですけど、レッドにアルファベットでエアジョーダンで入っていると。はい。で、かかとの部分がブラックに、グレーのカラーでジャンプマンロゴになってるんですよね。僕ね、この後ろから見たらこのロゴの形がすごいかっこいいなと思うんですけど。いいっすよね、これね。はい、あ。まあ、ヌバックの素材で、まあ、グレーのカラーが使われてまして、まあ、ここがちょっと濃淡がある感じ。この感じが僕はいいかなと思ってるんですよ、ね。はい、はあ。で、アクセントでこういったレッドが使われてるのがすごくいいなと思うのと、で、アウトソールちょっと見てもらいたいんですが、アウトソールは、こんな感じで。で、レッドのカラーのジャンプマンの方が入ってるところなんですけど、先ほど言った、過去に発売されたエアジョーダン4のグリーングローに関しては、ここのジャンプマンの方のカラーが黄緑色になってるんですけど、はい、本当にね、まあ、この辺に写真出てると思うんですけど、めちゃくちゃ似てるんですよ、これに。そうなんですよね。このアウトソールなんですけども、はい、このオレンジ色の部分については、これは別にチューインガム踏んだわけじゃない。ああ、そうですね。これ、これですよね。違いますね、これね。違いますね、はい。はい。正面から見てもらいたいんですけど、シューレースに関してはもう最初はついてこのデフォルトのブラックのみで、替えのシューレースはついてなかったです、ね。ああ、そうです。はい。僕はこのブラックの、シューレースがもともといいなと思ってるんで、このデフォルトで使ってるものが。うん、なんで、まあ、このまま行きたいなと思ってるんですけどね。はい、まあ。エアジョーダン4で、はい。まあ、ミリタリーブラックに続いて僕エアジョーダン4ね、スニーカーズのに変えたんですけど、これちょっといいなと思ってるんで、うん、はい。まあ、こうやってね、ナイキダンクハイのニューヨークメッツであったりとか、今回エアジョーダン4のインフラレッドを紹介させてもらったんですけど、エアジョーダン4の話で少しだけね、お話したいことがあるんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、今後エアジョーダン4が、まあ、リークで出てくる部分をまとめているね、こういった投稿があるんですけど、2022年の後半と2023年の春頃に発売されるものがこうやってまとめられてるんですけど、やっぱり気になるのは8月12日発売予定のエアジョーダン4の、キャニオンパープルっていうものがあるんですけど、はい、これはウィメンズで、以前フレンズ&ファミリーで発売されなかったエアジョーダン4のトラビス・スコットのコラボにすごく似てるんですよね、はいはいはい、これが8月11日じゃないかということで、あとね、次はメンズになるんですけど8月27日に発売予定のエアジョーダン4のブラックキャンバスっていうものがあるんですけど、これも以前お話させてもらっているんですけど、エミネムとカーハードとエアジョーダン4のコラボにすごく似ているモデルで、まあ、発売されるんじゃないかということで紹介させてもらったんですけど、今のところこれ8月に2つ出るんですけど、2つともちょっと狙おうかなと思ってるんですよ、はい、はい、で10月22日にこれミッドナイトネイビーといわれるカラーでエアジョーダン4が発売されるんですけど、はい、まあ、これも楽しみだなっていうのと、そうですね、あとやっぱり今年のねエアジョーダン4の一番楽しみなのは
やっぱり物はできないんですけど、アマママニアとエアジョーダンのコラボですよね。これは欲しいですね。これはちょっとね、実物早く見たいなっていうのと、本当に2022年中に出るのかどうかっていうのもね、そうですね、エアジョーダン2が出たばっかりなんでね、うん、どうなるのかなっていうのと、あとね、来年の2023年なんですけど、見てもらってるのはウィメンズのエアジョーダン4の C ホームって言われる、はい、去年の夏頃に発売されたエアジョーダン1ハイオージーのウィメンズの C ホームのカラーを落とし込んでるような、はい、エアジョーダン4なんですよね。あともう一つ気になるのが来年になるんですけど、エアジョーダン4のナイキ S3 が出るっていうことですよね、はいはい、ブラックのカラー出るんじゃないかと。あれめっちゃ気になりますよね。あ、そうなんですよね、うん、はい、まあ今見てもらっているこの6足が今後は今のところ発売されるんじゃないかっていうリークに出てきているんですけど、うん、はい、まあ、エアジョーダン4のね発売後半また面白いものがあるので、またちょっと狙っていきたいなと思っているんですけど、はい、あのちょっと思い出した話していいですか。はい、すみません、あのナイキ S3 段階のこのねニューヨークメッツなんですけど、はいはい、まあ、僕あんまり野球のこと詳しくないんですけど、うん、まあ、僕音楽好きなんで、はいはい、音楽のまあ観点といいますか目線からニューヨークメッツのねちょっと話したいんですけど、はい、2012年に僕も好きなビースティーボーイズっていう、はいはい、まあ、グループがいるんですけど、そこのアダムっていう、メンバーの一人が病気で亡くなったんですよね、はいはいはい、で今から10年前の5月ぐらいだったと思うんですけど、でその時にまあ、ビースティーボーイズっていうのはまあニューヨーク出身なんですけど、このニューヨークメッツの試合でですね、あのバッターボックスに上がるときに、まあ、野球で9人でやるじゃないですか、はい、9人全員が登場の時の曲をちょっと見てもらいたいんですけど、ビースティーボーイズの曲で全員出てるんですよ。ああ、そうなんですか、ね、はい、中にはファイトフォーユアライトを使ってる方だったりとか、うんうん、あとボディームービンとか、うん、こういった形でね、あの登場の時にバッターボックスに上がる登場の曲を全員で、ね、そのビースティーへの追悼ということで曲を使ってたんですよね。でそのことちょっと覚えてたんで、今急に思い出したんでね、お話させてもらったんですけど、はいはい、あ、まあ、ビースティーボーイズっていうのはやっぱりニューヨークに愛されてるんだなっていうふうにねちょっと思ったって話なんですけど、はい、はい、まあ、このニューヨークメッツのから落とし込んでるナイキ S3 ダンクハイから10年前のそういったことを、まあ、ちょっと思い出したっていうね話なんですけど、はい、はい、まあ、あの今日みたいにですね、はい、購入できたものでこちらでまた開封するのもね、はい、はい、やっていきたい。まあ、インスタの方ではちょっと先に上げだったりしてるんで、そうですよね、はい、はい、スニーカー届きましたら動画などでお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。はい、ヒアレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.